タフ感高めた新型ランドクルーザーテンスビクトリーエディション登場。トヨタの UAE アラブ首長国連邦法人は2024年5月17日 SUV ランドクルーザー日本名ランドクルーザー300の特別使用車テンスビクトリーエディションを設定し発売しました。1951年登場の トヨタジープ BJ 型をルーツとするランドクルーザーイカランクルはどこへでも生き生きて帰って来られる車としてたゆまぬ進化を続ける本格 SUV ですトヨタグループの中核ボディーメーカーであるトヨタ車体は1995年からランクルでダカールラリー市販車部門に参戦しており 2023年に10連覇を達成しました。この快挙を記念して UAE 独自に設定されたのが、今回発売されたテンスビクトリーエディションです。UAE でのランクルのラインナップは、3 5リッターターボガソリン、最高出力 409PS、最大トルク 650Nm、または4リッターガソリン、 最高出力 271PS、最大トルク 385NM の2本立て、全車には標準仕様のほか、オフロード性能をさらに鍛え上げた GR スポートが設定されています。テンスビクトリーエディションは3 5リッターの標準仕様をベースに、フロントグリル、ロアガード、マットフラップ、ホイールをブラックで統一するとともに、 ボディサイドに専用デザインのデカールをオプションで用意しているのが特徴。SUV 本来の野生味が強調された印象です。参考までにダカールラリー10連覇を果たした車両は3.3リッターターボディーゼル最高出力 309PS 最大トルク 700NM の GR スポートがベースとなっています。 なので、テンスビクトリーエディションのベース車が、もし GR スポートであれば、10連覇車両との類似性は、より強まったでしょう。テンスビクトリーエディションの価格は、319,900ディルハム、約1,350万円となっています。